西口、西口高架工事の進捗に伴い、横の建物が解体されている。1998年から2013年に、使用されていた、東口駅舎下折駅は、福岡県大野城市下折一丁目にある、西日本鉄道天神大牟田線の駅である。駅番号は、T11。2014年3月22日から、高架工事に伴う、仮線上で営業中である。 仮駅舎は当初、東口駅舎として、仮線移行前の2013年4月6日より、利用を開始した。仮駅舎と隣駅である上りの白木原駅まで、設置予定の仮線路は、旧線路よりもやや東寄りである。相対式ホーム2面2線の京城駅である。入り口は、東口と西口の2つがあり、有人駅で、自動券売機、自動改札機を備えており、 定期券売場もある。1998年に新設された東口を移転する形で2013年4月より、京城駅となり、仮設駅舎ながら、エスカレーター、エレベーターが設置されている。仮線へ移設された2014年3月22日からは、旧西口駅舎を解体し、駅機能を集約した。カーブの途中にあるため、ホームと列車の間に、隙間ができる。 また、元からの駅舎であった、駅西口には、ミスタードーナツなどがあったが、高架工事に伴いすべて撤去されている。2019年度の1日平均乗降人員は15,548人であり、西鉄の駅としては、第11位である。各年度の1日平均乗車及び、乗降人員は、下表の通り、大野城市の南東端部に立地し、中心部から離れているが、 市南端部に開発された住宅地へのバス路線の運行の拠点となっている。駅前は幅の狭い道路の周囲に小規模商店が密集している。旧西口駅舎前から発着する。なお、バスの駐車場がないため、下大駅終着のバスは一旦客を降ろして行き先表示を変更後、すぐの発車となる。当駅とフロー前駅間は現在高架工事中であり、 作業員の安全確保のため若干、乗降運転している。ありがとうございます。